広島カープトレーナーの梶山です。今日は、家でもできるエクササイズと、カープの選手が実際に行っているトレーニングを紹介したいと思います。一つ目のエクササイズはスクワットスタンドです。全身を使ったエクササイズになります。最初は肩幅ぐらいに足を開いて、で、つま先膝はやや外向きで、スクワットしながらつま先を掴んで、で、片手ずつ上げていきます。右手左手でスクワットで上がる、これの繰り返しです。はい、つま先触ってスクワット、右左上がる。スクワットなので主に下半身を使いますけど、手を上げる動作で肩周り、それから胸郭周りも使うので、全身の運動、ウォームアップのエクササイズになります。